なんか全部。ってやつは、うん、それ。それに減ってる。どれかに減ってる。ああ、それだ。ほんと獲物運搬用うん。ソリ何獲物運搬用、うん、何でしたっけソリうん、ソリ。獲物運搬用ソリ。金額は入れねえだぞ。え？でっかいやつだから一部これに入れば分かるんだからな。うん、でかい。137センチ。でかい。65センチ。うん。おし出来上がったぜ。これで裏。裏はこういう風になる。これが長持ちの秘訣。ああ。でもだから買ったら、うん、こういうふうなこういうふうに補修、うん、最初から最初から補修しちまえば、うん、そうすら3倍も4倍も長持ち。ああなるほどなあ。じゃあねとここがほら補修したとこが一番、うん、消耗するうんなあ。塩ビパイプの切れっぱしでこれだけだよ。うん、まあできましたね。うん、竹本当の冗談な、うん。今まで最高だよもう。田島君がいたから。できたー。俺が竹でしたから。うん。あ？これバッチリですね。でかいし。だけどこれだろお前。恥ずかしかねえだお前。この止め方なんかな。あ？まあ割れたけど。うん、割れたけど。両端止まってるんで大丈夫です。うん。うん、長持ちの秘訣だそうです、うん、値段が値段だもんな、うん、あやっぱり長く使いたいですね。そうだよ1枚それだけでも1枚もするんだよな、うん、そんなに思わない。